ははい今回元禄文化っていうのは江戸時代の文化の中でも中期ちょうどこの辺り将軍でいうと5代将軍綱吉の頃に発展した文化と、まあ、非常に内容が多いんで3分割で見ていきますが今回は学問中心になってきます特にこの5代将軍綱吉さんっていうのは武家諸八頭第1条のところ文武九馬から文武中古これね非常に学問に影響されてと。 いうことになってきますので重要になってきますでは行きましょうさあこれから複数の学問を見ていきますがまずは儒学から江戸時代は日本の歴史の中でも有数の儒、ね、学が交流した時期まあその中でも支配的だったのが朱子学これ前回のね関栄期の文化の方で詳しくお話をいたしましたが 非常に上下の関係を重視するので支配者にとっては都合のいい学問。特に大義名分論。天と地に差があるように主君と家臣の間に差があって当然だという考え方。もちろんのことなら下国上なんてもってのほかということですので非常に役に立った幕府や藩の支持を得るということにつながってたんですよね。さあ、その趣旨学も大きく二派に分かれます。右の表をご覧ください。 そううしたら上ののとところに教学,と難学っていうのがあります、ね、でまずこの「共学」ですがこれ始めたのが藤原成家さん藤原成家さんが京都の相国寺の人物だったからこの共学の名前があります。で彼自身はね幕府に仕えることなくお弟子さんを紹介するそれがねこの林家と呼ばれる3人の人たち非常に有名になってまいります。 林羅山は前の寒影期の文化で見たように家康に仕えた人物。ほうさんはその3なんですね。で、さらに、宝光さんは綱吉に大学の神に任命されるということで、元禄文化を代表する教学の人というふうに言えるでしょう。さあ、もう一つが南学。これは高知、土佐の方で始まりました。まあ、別名、海南学派と呼ばれるんですけどね。さあ、これ2人ね、人物出てきますが、1人が山崎安西さん。 キーワーワドはスイカ神道スイカ神道って何だということですがもともと室町時代に吉田神道吉田兼友さんという人が独自の神道、まあ、唯一神道とも言ってましたけどね、まあ、日本の神様の方が上っていう反本地衰弱説唱えていたわけですがそれにですね流行りの趣旨学を合体させますよ。ここのことによってですね 神様っていうのが非常に偉い。その子孫である天皇さんはやはり偉いんだ。だから天皇さんに従うべきという尊王運動。幕末の方にね、出てきますが、それにつながってきますんで、ぜひ知っておきたい内容ですね。で余裕がある方は、野中健三さん。彼も朱子学者として有名です。特にこの土佐藩の家老としてですね、改革を進めていくということになるんで、知っておいて損はないですね。はい、続けて、陽明学。 これもね、ね、学ですから勘、ね、違いいいい。ししないようにして,おいてください前の朱子学が講師さんの考えを手記さんという人が解釈したものに対しまして別の応陽明さんが解釈した学問というふうにお考えください。さあこの一つの大きなキーワードが「知行合一、まあ」いろんな解釈あるんですが基本的には「知るだけではダメですよ」「行動を伴わないとね」「ゴミを捨てちゃいけません」というのだけじゃなくて「じゃあ拾えよということですね。 さあ、ここでね、活躍する人物が2人。1人が中江桃樹。まあ、滋賀県の方で活躍したね、大見聖人ってね、名前もあったりしますが、彼は朱子学を批判します。どうもですね、朱子学っていうのはお勉強、理屈一辺倒になって行動が伴わないよね。といったところですね。さあ、もう1人が熊沢万山さん。彼最近結構注目度高まっている人ですね。特にこの武士土着論。 昔はあまりね出てこなかったんですが、最近ですね、着目されてまして、武士っていうのは、本来与えられた土地、所領に住んで、ですね、そこのガードマンとしてだけじゃなくて、農業なんかもやって、国を支えていく存在だと、だったのに、今ってちょっとおかしくないですかってのを説いたわけですね。で、彼はですね、著書、大学枠門というのでですね、今の江戸幕府の在り方を批判する。 例えば、参勤交代だって、もってのほかでしょ。本来、自分の土地をね、1年間も離れてってね、どういったことですかというふうになってくる。まあ、幕府にとっては結構、うざい存在だよね。さあ、3つ目が、古学。ここでいう、古っていうのは、古典ですね。講師さん、講師さん、そこにね、立ち戻りましょうということになる。で、彼らは言うんですよ。儒学っていうのは、講師さんの教えですよね。なのに、今は、 後で出てきた光子さんとか王陽明さんの考え方が広まっている孔子さんうのはこれだけね前に生まれた人で手記さんっていうのはこれから1650年後の人王陽明さんに至っては2000年ぐらい離れているなのに本当にですね彼らっていうのは孔子さんの教えっていうのを分かってんのかというふうに考えたわけですね。まあ、ごもっともだよね。 さあその古学もね、大きく3つに分かれます。最初は声楽出てくるのは山賀祖光さん。彼はですね儒学者であ、ね、る学者だったんですが朱子学っておかしいというふうに言うわけですね。まあ彼は声教養力ここでよね声教っていうのは孔子さんの教えどう考えていたか絶対朱子学ってちゃうやろというふうな形でですね攻撃した人というのに知られております。 ただし、これは幕府の方針に反するということでもあるので、お前は無罪からというので、阿公に無罪になるというふうな運命が待っております。なかなか厳しいね。さあ、2つ目が古義学。別名、堀川学派とも呼われるんですが、そもそも古義学っていうのは、原点、論語、孟子、まさしくね、古学ですよね。研究を通じて、孔子さんが何を言いたかったのかっていうのを理解しようとする学問です。 でこれはです、ね、あのよくこういうことなあるじゃないですか、人気の、ね、漫画が出たら、それがアニメ化される。でも、それ、アニメ化されるときにです、ね、結構です、ね、内容変わったりすること多くないですか、まあ、オリジナルのキャラクターが出てきたり、ですね新たなるエピソードが追加されたりで、それはそれでいいんだけれども、言っても、ですねこちらの方が本当でしょうと。で、アニメだけ見てですね、 それの内容を理解したというふうに言うやつがあったらちょっとと原作ファンとしてはムカつきますよねいうのはまさしくそういった形でね特にこの伊藤仁斎さんでさらにその当該さんっていうのは原作重視後の時代に出てきた朱子学とか陽明学っていうのは絶対にこうやって違ってるというふうに言うわけですねでこの伊藤仁斎さんですが古木堂っていうですね塾開いております これはまあ京都の堀川にあるんで堀川学派という風な名前がつくわけですけどね。さあ3つ目が古文字学派。これ基本的に古技学とよく似てるんですが、一つだけねイチャモンつけるんですよ。古典を研究するのはいいんだけれども、言葉の意味って変わってるよ。それってちゃんと理解できてますかって言うんですね。これね、今ね、ちょっと私がね、心配してる点としては、現在ですね、例えば Apple のスマホを使ってます。 まあ意味分かりますよねただそのね文章を1000年後のね人がね聞いた時にアップルのスマホんこういうことですかというので誤解されちゃうんじゃないかなとそうしたら全く意味違ってきますよね古文字学派の人はまさしくこういったことに指摘しているちゃんと当時の意味を理解してないとダメだよとでその代表的な人物2人いますが1人が小ソ空イさんまあ古文字学派といえば彼ですね さあ彼につきましては、どちらかというと政治の分野で、後の八大将軍に、聖壇っていう本を書いてですね、形成論。まあ、形成論というのは政治、経済論ですけどね、そういったものを書いたということでね、有名ですが、この古文字学を広めるというので、江戸にね、私塾、経遠塾を開いているということで、文化面ではそちらの方をね、重視してもらったらと思います。あと、古文字学派といえば、もう一人、太宰俊大さん。彼が有名です。 ただ、彼もですね、どちらかというと、文化面というよりは経済面におきましてですね、主張があったという形ですので、そちらの方がね、実際は試験によく出てくるかな。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回は元禄文化2と題しまして、主にこの時代に発展した歴史学、そして自然科学の動きというのを見ていくことになります。よければそちらの方もご覧ください。 では。では。